はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをやっていきたいと思います。フクロウがなんか上の方に行けと言っていたので、ちょっと思い出話を聞き直しますか。山の塔へ向かいなされ、地図でいう右上の方かな、鳥のごとく羽ばたいてなと言ってるんで、ここなんかね覚えがある。あの村にあった鶏みたいなのがね、なんか飛ぶはずなんですよね。ちょっと一回村に帰ろう。で、村に帰って、あとなんか迷いの森でなんだっけ、その爆弾とか上限アップできる場所があるらしいんで、ちょっとそっちも寄り道をしていきましょう。ただこれどうやって封印を解くのっていうね、そもそもここに眠るヤッホーばあさんがいない。あ、そうだね、そういえばこいつもいなかったね。動物村にいる。あ、そうなんです、もう一回戻んなきゃダメだけど、その前に迷いの森で行こう。不思議の森だった。おお、階段発見。お、また似たようなとこだね。ここは魔法の粉をかけて、これがね全部で3箇所あるみたいなんですよね。で、目覚めさせましたと。よろしいですか。爆弾、これね、いい家にするとなんか別の提案をしてくる。ほら、矢をもっともっと持てるようにしてる。矢にしよう。これは矢の20本はねやっぱ少ない気がするから、持てる数が増えた。 OK、 これでげ、いや60本まで撃てるようになってる。すげえな、一気に増えた。じゃあちょっとまたこれ吹いて動物村に行きましょう。動物村にいた？ヤッホーばあさん、いやホーばあさんって言うんだ、そもそも。あ、いた、右上にいるじゃん。何しに来たのこいつ。新しいほうき、あたしにくれんだろ。そうだよ、川で拾った釣り針、ほうきと釣り針を交換した。この釣り針はね、ちょっとうろついてる時にいたんすよね、マーサの入り江の近くに。こっちから行けるかな。で、このね橋の下にねいたんすよ、釣りをしている人が。こいつはねないって言ってたんで、君が持っているのは釣り針ではないか、私にくれんかね、何か釣れたら交換でどうだ。うん、プロの技というやつをしかと見てなさい。釣り俺でもやってないな。あ、ネックレス、誰かの落とし物かな。これはあれだよね、人魚ちゃんだったっけ、欲しがってたの。人魚ちゃん近くにいるのかな。マーサの入り江だから近くだよね。この辺は全部早いな。私のネックレス返してよって。1枚鱗を取らせてあげる。あ、なるほど、1枚だけよ。人魚の鱗、何も言わずに去ってった。きっと嫌だったんだろうな、鱗を取られるのが。鱗もね、なんか人魚像が未完成で鱗が1枚足りてないっていう情報なんで、もう行けるとこまでガンガン行っちゃいましょう。見て、
ここはフックショット。はい。で、これ。人魚の鱗をかけてるところにはめ込んだ。階段。お、これは不思議な眼鏡、見通しレンズ。今まで見えなかったあれやこれが見えるようになる。あれ、敵がいる。てかいっぱい敵がいる。図書館とりあえず見てみる、見通しレンズで。マンボウの歌めちゃくちゃ役立つな。取っといてよかった。ウククソーゲン。で、村の図書館で。あ、これって装備してないとダメかな。あ、めぐるめぐる卵の廊下、これめちゃくちゃ重要そうじゃん。一応メモっておくか。卵の廊下、そのままメモっとこう。右、上、左、上、右、上、右、上と。秘密の匂いがする。こんなん誰が書いたの、そもそも。で、一旦じゃあこれで終了した感じかな。で、肝心のこいつだね。肝心のこいつがわからん。あれ押せた。すげえたまたまだったんだけど。これなんで骨だよ。いや、やっぱりわかんねえや。爆破するわけではない、絶対それはないから。爆破しちゃったらもうダメでしょ。これをどうするんだ。風の魚。間違うよね。どこかしらにヒントがないかと言われればわからんので調べよう。なるほど、カエルのソウルとやらが必要みたいですね。で、それはウククソーゲン。実はまだ行ってないところがあって。どこだ。こっちかこっちかわからん。間違いしたよ、吹いてしまった。ここではない、やっぱりこっちだった。ここか。で、看板があるんで、これが最初の看板。看板通りに進んでいく。ええな。で、右。フックショットでいいんじゃないって思ったら違った。で、下。で、これ左で持つ。で、これ上。ここから上でしょ。げっ、ひでえ、トラップだ。で、これか。で、右。右ってこれ。で、下。で、これか。で、右。で、上。で、左。左って送っていいの？ってわけではないね。あ、ここから左だからこれか。最初からやり直しとか、ひでえ。
見事、これでクリアです。ご褒美は階段の先に。お楽しみに。階段が現れた。変なやつがいる。ボーカルのマムだ。ここじゃ知らねえやつはいねえ。俺っちの魂の歌を聞きたいかい？安い仕事はお断りだぜ。300ルピー金ならある。払う。カエルのソウルを覚えた。魂を揺さぶる歌。こいつの音入れで命のないものに魂を入れる。はい、ありがとうございます。これでさっきの骨に魂を入れると、これ歌は全部で3曲か。もう全部揃ったな。使うのはこれが一番使ってる。カエルとかもだって一回やったら終わりじゃない？出番なさそう。あ、封印は解かれたまんまだ。他の人たちってあれ、こんなとこに階段があるってならないのかな。これじゃねえ。いちいちあそこで変えなきゃいけないのか、メニュー画面で。いや、行かないよ。てか、こいつって死んでたの？それを無理やり蘇らせる。禁忌に触れたな。鶏が蘇った。なんだか喜んでるみたいな。で、おお、飛べる。飛べるって言っても大して飛べないね。メーベ村、あ、そういう感じ。じゃあちょっと上の方までワープするか。どこまで行く？で、イカダとかもやりたかったな。ここのイカだ。断平小屋まで行く？そうすると。ちょっとこっから登っていこう。こいつらを排除してみた。このやつ。ほら。どっか行けないところが出てくるから、そこで鶏を持ち上げれば。お、フクロウ来るかな。この上の卵の中、いつ終わるともわからぬ長い夢を見ている。8つの楽器を卵の前で奏でたその時こそ風の魚は夢から覚める。それが島を出るたった一つの方法。タマランチ山。あれ、なんかもうすげえぽいとこに行っちゃってるけど、いやここじゃない。邪魔。一瞬で登れんな、ここ。基地を覚えておこう。ここから登ってくじゃん。どんどん登って、あれ、また来るこいつ。1回で用を済ませろよ。これより道のりはさらに険しくなる。残りはわずか。東と西、この山の両翼にある東の塔を目指す。風の魚の目覚めは近い。
あ、でもこれあれかな、ここはちょっといけないよね、さすがに。この段差はいける？いけない。あ、あそこの橋か、橋を鶏持っていけばいいのか。邪魔、特にアイテムがあるわけではないので突っ走っていこう。あー、あとのかけら、ここはフックショットビヨーンと金50円。もうあと金が必要になるところってどこだろう。押せない、これで帰るか。え、これダメなの、どうやって帰るの。これでジャンプかで走って、でここに出てきて、登るだけ登っていくか。あ、そうか、もうここなんかある、どこだ、こういう裏とか。下は行きたくないよ正直。まあいっか、後で後で来よう。スコップで掘らなきゃいけなかったりするからね。中に入ってみよう。ゲーめんどくさジャンプ、うわー危ねえ。ジャンプする意味、ゲ、あそこに鍵がある、やはり行かなきゃダメか。ここだな。え、どうしやっていく、落としちゃっていいかな。はい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 、これでジャンプして、おお、いけるわ。え、何これ、どうすんの。あ、飛んでけってことか。ニワトリ便利だ、このままずっと飛んでよう、邪魔。バードの鍵、チームワークの勝利だ。投げ捨てたけどねあいつ。来てくれ。ほい、で帰り、はい、でこのまま上も行ってみよう、ついでに。タルタル山脈、あ、小屋がある、こんなところに人が住んでるのか。これジャンプに行けるよね。ちょっと小屋無視しちゃってるけど、先に小屋行くか。やっぱりなに屋さん、え、おお、鶏小屋、コケコッコ本当に飛んでるでねえか。オラの言った通りだべ、そのコッコ担いでみるだよ。え、こいつから本当はヒントもらうんだったの、なんか鶏に詳しいよみたいなおじさんなんだろうね。で昔はそのなんとか村に空飛ぶ鶏がいたけど、今はどうちゃらこうちゃらっていう、そういう多分お話だったんだろう。どこだ、あった、秘密の貝殻、何個目、40個集めると次の剣がもらえるらしいけど、あそこに降りれないか、ここからは。左から行ってみよう、逆だけどね。あ、あそこ穴がある。まあこのまま飛んでって、
階段。力のかけら。力のかけらとか、あんま意味ないしね。ここはフックショットかな、単純に。はい。あ、飛んでってもいい気がするけど。え、俺どこに行ってんだ今。岩が落ちてる。これは持てないか。当たったらお前見て。大したことはなかった。貝殻ゲット。宝箱か。シャバ金。あそこに。これさ、こうやってたらいけないよね。いける。うおー、いけたけど。そんなに飛ぶ能力ないんだ。爆弾ぽい。ワープゾーンがあったけど、ちょっとあそこ解放しておきたい気がする。あ、待て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 、引っかかった。なって、ちょっとどういうことだよ。あ、持ってこう、めんどくせえから。いてー。え、おい、ニワトリ行け。あちゃちゃちって戻ってきた。焼き鳥になれ。え、これだって無理でしょ、こいつのコードじゃ無理だよ。え、何か盾だって。何か、いや無理だな、何もねえわ。まだちょっと、ちょ、バチバチってやった。フックショットで無理やり引っ掛けていったのか。いやダメだこれは。足りないかアイテムが。せっかく来たけど、逆に来ちゃってるからね。本当はあの右に向かわなきゃいけないけど、なんか左に来てるし。ハートのかけら。なんか降りちゃうんだけど。いや降りてみよう。ここか。これ聞いたよね。そうだよね。なんか聞いてなくない？なんか聞くと光るのか。わかんねえ、ちょっと今こっち来ちゃってるもんだって。こっちだよね、ここのはずなんだよ。なのでちょっともう一回登り直そう。ここ入れんじゃん。お、行ったことない。ここも爆破できる。この魚も一緒に倒してえな。消えろ。よし、一石二鳥。あれ、ちょっと待って、右側もでも道があるんだよね。こいつ勝てえよな。どっちだ。フクロウがいるな。大足の塔割り。この辺り鍵なし。優しいわ、優しい。いや、めちゃくちゃぶってんな。スコップちょっと打ってみる。分からないとさ、もう一個一個取らないといけないからね。見た方が早いんだよな。ちょっと上気になる。アイテムがありそう。アイテムっていうか宝箱。重要なアイテムではないと思うけどね。いっぱいある。で、ダミーっぽいのが、ほら、いや、どうなんだろう、これ全部開けるべきかな。シカトしよう。そうだね、で、ここに、あ、普通にこれ
通にこういうこと。よかった掘らなくて。で貝殻はもう絶対ここないから反応しないか。全部閉まってる下から箱。じゃあさっきの方から進んでいきますか。鍵はねもう持ってるからね。この穴とも気になるけど、どうしよう、落ちてみよう。やはり落ちてしまったか。うわー、なんかはめられたっぽい。げー、マジではめられたんだけど。多分帰り道なんだな、ここは。もう帰ってこれるよすぐみたいな。くそー、ちょっともう一回ここから上行くか。行こう。コウモリが多いね、やっぱり洞窟だから。力のかけら。ここら辺なんかありそうだけど、なんもないか。反応しないね。階段。ええっていうか、もう普通にジャンプじゃいいのか。落ちな、消えよ。すげえ吹っ飛んでった。えめちゃくちゃ吹っ飛んでった。ほい、タルタルさん。あ、ここ開けられる。右も行けそうだな。一応開けられるところを開けておいて。あ、妖精ちゃんか。今いたっけ。ストックあるよな。そして去っていく。回復地点ということだね。まあ、いざとなったらあそこで妖精を捕まえることもできると。おーおーおお、こっちだよ。なんかあるかな、こういうとこ。こいつマジすげえ厄介。あの剣が効かないからね、倒すのがめんどくさすぎる。おお、ようやく多いところに来た。ここか。どうやって入り口か。塔そのものが回転する感じか。で貝殻は別に反応してないから、これ持ってもしょうがない。これ落ちたらあれだな、また戻るな。それはさすがにやだ。はい、というところで大足の塔に到着しましたので、次回はここからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。